私の名前はトゥリー。先日は上高地で大冒険をしましたが、東京に帰る前に松本で冒険。はい、松本に戻ってきました。この眺めはなんか懐かしいなって思いますよ。私のチャンネルを最初から見てる方、これ覚えてますか？松本の名物のおやきを食べに来たと思います。おやきって、おやきって何ですか？おやきっていうのは饅頭です。おっ、言う人いるんですけど。いや、けどその通りなんですけど。その通り。今日もせっかく松本にやってきましたので、おやき高びれにちょっと挨拶しに行こうと思います。お腹ペコペコにもなりましたので、松本といえばおやき勝負。おやき、あ、やばい、バレました。バレました。お久しぶりです。元気ですよ。今日ご主人さんはいないかな。今日はお一人？一人です。あ、一人なの？そうです。久しぶりです。インスタグラムで見て、なんかあのリンゴバター、うん、あの赤色の、うん、やつもあるって。キミのやつなくなっちゃった。これ大丈夫、大丈夫、あの、あ、味はそれで一緒で大丈夫です。待って、あんバター、あんバターと、え、粒あんもないかな。粒あんあります。粒あんが欲しいです。粒あん好きなの？めっちゃあんこブームですよ最近。そうなの？うちのあんこめっちゃ美味しいから。絶対そうですよ。あんこ持ってきて、もちろんだね、ロバラだ。248円。かわいい、かわいい。超もう今日の私とお揃いです。そうそう、もう私看板になりますよ。それいいと。え、カブトムシ、カブトムシ持ってきますか？やだ。やだ。ほら、あー、カブトムシすげー。これクワガタ。あ、何育てる？あげる。そう、日本の子供たちは結構虫が好きなんで。ですよね。すごいな。うわ。うえ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 。こんなのマジで初めて見たんですけど。あ、そう？え、触れる？あ、そう、あの。いやー。やぶり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 。やぶりぶり。やだー。ここまでもじゃん。やだだだだだ。チャレンジ、チャレンジ、今日いろいろチャレンジしてるから。あ、なんか本当にポケモンみたい。これも硬い、挟まれると超痛い。痛いのは嫌です。いや、無理。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。大丈夫？あー、いや、もうやるやるやる。ちょっと待ってね。神社があるの。神社が、神社、あ、なんか、ね、行った？なんか、まだ行ってないんです。そう、ここに行ったらいいよ。なんかね、何でも叶う。そう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 、神社ですよね。そう、ヨハシラ神社。ヨハシラ、そう、行くべし。そう、スーパーパワースポット、全部夢叶えましょう。あー、出よかった。じゃ、行ってきます。松本城に行く予定だったけど、チェンジオブプランス、ヨハシラ神社に行きます。何でも叶えるっていう神社なので、これは行くべしです。レッツゴー。神社で撮影するのが大丈夫なのかなってちょっと心配するけど。
しみにおみくじをやってみましょう。ガチャガチャみたい。出てきました。46番。私よく大吉引いてます。持って帰りましょう。あ、ここはダメ。ここはコアムジンガーが入ってるから、これを財布に入れてきましょう。お腹ペコペコになったので、ちょうど神社の隣に蕎麦屋さんがあったので入ってみましょう。売れ切れだって。まあ、ここは松本だから他の蕎麦屋さんがあるでしょう。かわいい猫ちゃん。冷たいものが良かったね。さっぱりしてて。デザート、高峰さんのリンゴ塩バター、いただきます。おいしいよ。リンゴバター、生地がマジでおいしい。久々の一人旅だったけど、やっぱり一人でも全然楽しめるし、一人旅してる時に自分のことをすごく理解できる、メンタルが強くなるって感じがすごいします。なんかもう思ったより長い散歩になったんです。2万歩歩いてるんです。でも必要だったの。ちょっとだけネイチャーに行ってすごく心が綺麗になります。優しい人間になれるって感じ。わかるかな。なので皆さん、最後までご覧いただきありがとうございます。これから新幹線に乗って東京に戻ります。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。トゥルイントラブルでした。